ここで会場の皆様にお知らせを申し上げます。長年 K1 のリングで活躍してきましたマイク・ベルナルド選手が今回この戦いのリングから降りることを決意いたしました。今日この場におきまして引退のセレモニーを皆様と共に行ってまいりたいと思います。それではまずこれまでのマイク・ベルナルド選手の数々の激闘を映像でご覧ください。それではマイク・ベルナルド選手のこれまでの激闘の数々に敬意を表しながらここで10カウントを行いたいと思います。どうぞ皆様静かにご起立ください。 We will now begin an honorary 10 count in order to pay tribute to his wonderful fighting. Ladies and gentlemen, please stand.それでは10カウントを行います。ありがとうございました。どうぞ皆様ゆっくりとお座りください。
それではここで友人の皆様よりマイク・ベルナルド選手に花束の贈呈がございます。まずはじめに競技統括プロデューサー、そして共にリングで競い合った同志として角田信明様、そして SRS K1 を通じまして長年マイク・ベルナルド選手を応援してこられました女優の藤原紀香様です。それではマイク・ベルナルド選手より会場の皆様にご挨拶を申し上げます。日本のこんにちは。ベルちゃんです。残念ながら引退させていただきます。皆さんと一緒にいろんな思い出作りました。皆さんのこと一生忘れません。長間お世話になりました。ありがとうございました。I just want to say before I go, there are a few people that have played a very important role in my life. Unfortunately, Mr. Calicota couldn't be here today, and he was my trainer, and I'm very thankful to what we were able to achieve here in Japan. Some of my sponsors, one very good friend of mine who's become a very good friend and sponsor, Mr. Joe Melillo, everything that he's done for me, I'm very grateful.All the K1 staff, without you, I would not be here today. And with all the K1 fans, thank you very much. Ueno Yasahiro, my best friend. Arigato gozaimasu. And I ask one thing from you. Please never forget me.このリングを去る前にこの場をお借りしまして数名の人たちに感謝の気持ちを伝えたいと思います。まず今日自分がここにあるのはトレーナーそしてコーチとして自分を見出しまた支えてくれたカラオクタ氏、彼には心より感謝したいと思います。日本での成功は彼なしでは成し得なかったと思います。そしてもちろん K1 スタッフの皆さん、そして何よりも日本のファンの皆さんに本当に心から感謝いたします。
そしてまた数名個人的にお礼は言っていましたけども、とにかく最後に申し上げたいのは、自分のことをぜひ忘れないで心のどこかに留めておいてくださいということです。ありがとうございました。ありがとうございました。新たな人生に再び勝利するために歩き出しましたマイケー・ベルナルド選手、私たちに感動をありがとうございました。サンキューソーマッチマイケー。